今ね、千葉魂っていう9月18日に行われるイベントの、稽古を、イベントっていうか、まあお芝居する、お芝居したりするイベントなんですけど、その稽古をしてて、ちょっとまあ県をまたいで稽古に行くから、帰りがさ本当にね時間がかかるわけです。トメさんタコありがとう。何のさ、何の見た目のさチェックもしないで配信つけちゃった。もう駅から走って帰ってきてさ、駅から走って帰ってきて爆速ショールーム起動した。千葉市民も出る、千葉市民も出るっていうか千葉の市民の方が主役です。私とかるんちゃんはゲストとして出させていただきますから、主役は市民の皆さんです。こんばんは。みんなだから見に来てね、特に千葉の皆さん。そういうところで、今日は、ちょっと遅くなっちゃったんで、なんかバタバタしちゃいましたが、こんばんは。あれです、ソロ曲を出すことになりましたっていう発表をしたので、まあ、みんながなんか喜んで、思ってる3倍ぐらい盛り上がって喜んでくれたので、みんなにちゃんとね言葉、自らの言葉でお届けしたいなということで、急遽配信しよっかなと思ったら、まあ遅くなっちゃったよね。いや今日さ配信しようと思ってさ、昨日告知し、前日ぐらいに告知しとこうと思って、久しぶりの配信だから、たらでさ終わりの時間を見てさ、あじゃあまあ9時半ぐらいな間に合うかなと思ったら、今日その千葉魂がね、横内先生の、いつもジョーマイラブからお世話になってる横内先生が演出なんですけど、横内先生とリサさんがお二人ともこちらに来てくださってて、ご飯行こうよってなって、さすがにやっぱあんま頻繁に会えないそのお二人とご飯行けるってなったら行きたいじゃないですか。なのでちょっと配信を遅らせさせていただきまして、ちょっとご飯しつつおしゃべりをしてきました。エッチさんゲストありがとう。そうということで、ゆるゆるしてください。ゆるしてください、お願いします。でね、そう曲が出るんですけど、9月7日にリリースイベントを新宿丸い麺、なんて読むのが正解なの、あれ新宿丸い麺ちょっと難しいんですけど、わあ蚊飛んでる、あ蚊が飛んでます、この家の中に、最悪かも、いいどうしよう、どっか行っちゃった、見なかったことにしよう。あー飛んでるわ。倒した。倒した。倒した。見えた？嘘、見えた？マジで？私昨日刺された、昨日刺された蚊でしたわ。しかも白黒のさ強い蚊、わかる、茶色の弱い蚊ではなく白黒の強い蚊だった。でちょもう蚊のせいで話飛んだんだけど、ちょっと待って、それ今日コメントありがとう。バイクドさんギフトありがとう。高橋さん来てありがとう。ちょっと待って、新宿丸い麺さんで、9月7日に
リリースイベントをさせていただきます。あーすごい、新宿丸い麺のホームページに私が載ってる。ちょっと写真撮っとこう記念に。そうで、そこでCD ではなくて、ね、M カードっていうのを出させていただくんですけど、なんかあんまり私よく分かってないんだけど、なんかその M カードを買っていただいて読み取ると曲が聴けるようになるみたいな。ことらしいです。あんまり私もよく分かってないんだよな。まあなんかそんな感じです。こんばんは。流行りなんだ、分からなかった。こんばんは。めっちゃダッシュして帰ってきたけど間に合わなかった。あでもね、本当にね7分前ぐらいに始まってるからね、まあほぼ間に合ってるよ。私が大遅刻してるから。遠方民でも買えますか？リリースイベントはリリースイベントでやるんですけど、全然聞けるようにはリリーベに来なくても聞けるようには絶対になります。どういう形かちょっとあんままだ聞いておきます。それに関してちょっと聞いておきます。失礼。X でね、私がこっちのこのホームページで詳細見てねってポストしたやつのあれにあるんですけど、そのホームページ見てもらったら分かるんですけど、なんか特典みたいなやつでなんかサイン書いたりとかあるんで、皆さんぜひ、まあ無理なく、ご予算に無理なく欲しい特典をゲットしていただければと思います。私物サインはまあ私基本的に性善説で生きてるので、常識の範囲内で、常識の範囲内でよろしくお願いします。私はみんなのことを信じていますから。作詞作曲は鍋屋さんという方にお願いしまして、なんか私本当にそのクリエイティブ能力がさ乏しいからさ、その、まあ、作曲はおろか作詞も本当にできないから、なんかこういう感じがいいですっていうのをお伝えしたんですけど、歌詞は書いていただきました。そうでもタイトルは自分で決めました。空色は。そうでもリリースイベントで久しぶりになんかがっつり役とか関係なく歌って踊るので、あ踊るかは分かんないけど歌うので、踊るかはちょっとまだ分かんないけど歌うのですごい楽しみです。まあまあまだね、まだちょこっと情報解禁しただけですから、皆さんまあもうちょっとお待ちくださいね。まだみんなが喜ぶ発表はもうちょっとありますから、まあしばし待たれよって話。まあでも大きい発表はこれかな、曲出るよが結構大きかったかな。まああとちょっと最近ね、なんか割とイベントとかもなくってさ、私と会えるだし、私も配信とかあんまりできてなくて、ツイートとかもあんまできてなくて、まあちょっと忙しいっていうのは言い訳なんだけど、忙しかったんですよ。まあ曲作ったりとか、ちょっとまだね発表してないけど、いろいろねいろいろ頑張って動いてるんですよ。みんながどうやったら私をしてて楽しいとより思ってくれるかなと思って。あトメさん、タワーありがとうございます。ありがとう、夏のクマちゃんだ、ありがとうございます。嬉しい。そうみんながねどうやったら押しててより楽しくなってくれるかなっていうのを すごい考えてて、
私さ、1週間か2週間ぐらい前にさ、1回さ、お家で1人さ、今応援してくれてるファンの人が急に私のこと嫌いになったらどうしようと思って1回悩んだんだよね。バカじゃない？多分バカなんだけど、1人で悩んだってさ。ちっちゃい虫飛んでるな。超常バイみたいなの飛んでる。最悪。いや、いいんだけど、それは。そう、なんかさ、そんなの考えたって意味ないしさ、結構さ、みんなはさ、結構ダイレクトに私にさ、好きだよとか可愛いよって伝えてくれてるはずなのにさ、私なんかすごい考えちゃったの。みんなが急に私のこと嫌いになっちゃった、どうしようみたいな。みんなが急に私から離れてったら私一人ぼっちかもと思って、めっちゃね、心を悩ませていたことあったんですけど、甘やかしてほしいってポストしたい日は全然ただただ甘やかしてほしかっただけ。面白くない？あれはただただ私が甘やかしてほしかっただけの日だね。でね、思い悩んだ日ではない。ただただみんなに甘やかされたいなって思ってツイートした。そう、そうなんだけど、こんばんは。そうだから、そう思い悩んだのもあって、もうみんながこう私のことを見限らずにずっと楽しく応援できるようにしたいなって、私もそういう魅力的な人間になりたいなと思って考えてるんですわ最近。バカだと笑ってくれよ私のことを。みんながそんなさ、こんなに愛を伝えてくれているというのにさ、一人家で思い悩んじゃった。おバカさん。うん、そうね。あとこれ、今日私着ているのは、リバティンエイジさんとのコラボで作ったロンティーです。稽古で毎日は嘘、洗濯して3日に1回ぐらい着てます。お稽古の時、こんばんは。みんなゲットしてくれた方ありがとうございました。感謝感謝しゃっしゃ。こんばんは。あとは今日何話そうと思ってたんだっけな。そうそう、蛇があるやつ。そう、かわいくない？私これ、この蛇は、このパンもさ、この蛇も私が描いたんだけどさ、めっちゃ良くない？蛇結構気に入ってんだけど、上手に描けたなと思って。蛇年だからさ。あと今日何話そうと思ってたんだっけな。思い出すわ。あ、でも最近さ、私ユニバに行けてないんだけど、忙しくって、忙しいかつまあ暑いから行かないんだけど、夏はめちゃくちゃ行きたい。私さ、いつだっけな、この数日前に友達とユニバの話をなんかしてて、もう行きたすぎて頭抱えた。あー、ユニバ行きたい、うーってなった。でも当分行けないからさ、9月行けたらいいけどさ、多分忙しいから10月です。9月はそう、私初主演舞台出ますので、パンパンなんですよ予定が。めっちゃ楽しみなんだけど。みんな楽しみにしてくれてる？してくれてると思うけど。急な自意識過剰。
そう、終わらない歌2024でね、あのハッシュタグがなっておりますけれども、そちら頑張ります。じゃまだ全然あの動く指導してませんけど、千葉魂が終わったら指導しますけれども、イヤスさんギフトありがとう。そう、楽しみ、めっちゃ。そうなので、でその後、その終わらない歌が終わったらすぐ降臨ソウルのゲストなので、9月は忙しいじゃろうね。10月行けたらいいな。ハロウィンは行きたいね、絶対にね。ユニバね、こんばんは。今日ちょっとあの開始が遅くなっちゃったので、ちょっと1時間はやんないかなって感じです。ごめんなさい、あの配信頻度を増やしたいな。ちょっと忙しさが落ち着いてきたから。あ、あとそうだ、言おうと思ってたんだ。そろそろもしかしたら YouTube が動くかも。私の卒業してから一生眠ってる YouTube がそろそろ動くかもといった話です。やりたいことが生まれて YouTube で、ああ、じゃあ久しぶりに YouTube やろうかなって今思ってて、まあちょっと千葉魂終わってからですね、全ては。じゃあ、あの今日からね、千葉魂の集中稽古っぽいものが始まり、そ、毎日千葉に通ってね、こっから毎日やるんですよ。ちょっとなので、ちょっと YouTube の方はちょっとどうかな、わかんない、まだちょっと動けないかもしれないですけど、千葉魂終わったらちょっと動こうかそうと思ってます。いやでも忙しいってやっぱ幸せだよね。なんかさ、 AKB だった時はさ、それこそ週に 1,2 回劇場出たりとかさ、あの握手会、お話し会、イベントとかがあって、こうみんなの前に出る忙しさがあったけど、今はこうみんなの前に出ない忙しさだから、ただただみんなを寂しがらせてしまっているから、こう配信とか、まあ YouTube でなんとかこうみんなの寂しさをちょっとでも埋めたいよね。でも体が一個しかねえんだ私今マジで本当に体3つぐらい欲しくてさ、1個はその今の忙しさをやってくれる体、もう1個はなんかその配信したりとか YouTube とか、その私がこうみんなの、みんなに見えるその何かパフォーマンスをする体、もう1つはいっぱい遊ぶ体。今3つ欲しい、今3つ欲しいな今3つ欲しい。私今日じゃない、今3つ体欲しいなってずっと考えてる。やっぱ遊ぶ人格必要だから。最近ね、だからユニバも行けてないし遊んでないんだよな。最近あんま遊べてない。3つ目の体はまあそうだね、大阪にずっといるだろうね。3つ目の体は本当に大阪ユニバのテーマパークのお姉さんになってんじゃない、3つ目の体があったら。夏らしいことは、今年は、7月中にねいっぱいした、いっぱいは嘘か、プール行ってバーベキューもした。あ、2個しかなかったわ、ごめん、いっぱいじゃなかった、嘘をついたかも、2個だったね。あ、スイカも食べた。そう、スイカをね、またね、そう、なんか送ってもらって、まんまが買ってくれて、送ってくれて、スイカ食べました。あげーけんけんさんギフトありがとう。プールね、そう行ったんですよ。
なんかでも全然と友達と食べてプール終わったな。おもろくない？やっぱプールってさ、こう波じゃないや、あの流れるプールにプカプカ浮かびながら友達と喋ってるだけだったな。別にどこでもできるじゃんってことを水の中でしてるだけだった。おもろくね？でもプールってそういうもんか。別に。でも楽しかったな。ナイトプールに興味がない。ナイトプールこそ何するの、あれって。ナイトプールって何？全然普通に昼間のよみらんのプール行ったわ。家族連れの中、友達とペラペラ喋りながら、あの流れてたプールの中を。めっちゃでも楽しかった。普通に。そう、バーベキューもした。意外としてるか、夏っぽいこと。まあでも8月はもうでもパンパンです。そう、花火がさ、私花火大会見に行きたいなと思ってさ、その東京近辺のさ花火大会を一回さ、9月ぐらいまでダーって調べて、全部仕事でさってなってる。見れないなと思って悲しみに打ちひしがれているよ。なんか手持ち花火したいけどさ、手持ち花火って東京でできる場所ほんとになくてさ、まあだから、秋ぐらいにもし実家に帰れたらやりたいなーって感じかな。実家ならさ庭でできるからさ。でも帰れなそうだな。結局年末なんのかな、次帰るの。って感じですね。私あの花火ってさ、あれが好きなんだよ。手持ち花火がさ、こういっぱい入ったさ、ボックスっていうかさ、そのセットの中にさ、ちっちゃい打ち上げ花火とかさ入ってたりするじゃないですか。あれを、あれとか筒からシュワーって出るやつが好きなの。あれを許してくれる東京の場所が本当にない。それを許してくれる場所が東京にあったら私はそれがやりたいんだけど。そう、バラエティパックみたいなやつ。いや、くんぎしてありがとう。ドラゴンって言うんだ。あとネズミ花火は怖い。それのバラエティパックに絶対ネズミ花火って入ってんだけど、あれめっちゃ怖い。大騒ぎで逃げる。さっきの顔を追い払う時ぐらいの声で大騒ぎして逃げる。こんばんは。花火できないと増えたからか、今年そんなに売れてない。あ、そうなんだ。そう、配信ちょっとお久しぶりでございます。あと近況報告なんかしてちょっと喋ったら終わりにしようかな。もう11時だ。寝なくちゃ。また明日もさ、明日もお稽古でございますので、寝なくてはなりません。時間あっという間、本当にすいません。今日ちょっと短くて本当に遅くなっちゃって、ちょっと楽しくご飯を食べてしまいました。
最近の近況報告頭痛が痛いみたいな話した今。近況報告は、あ、引っ越した、ちょっと前だけど引っ越しました。とお、なんか痩せましためっちゃ。とそんぐらいか。2つのでかい近況報告はこれかな。そうそう、配置違うと思ったら引っ越しです。まあでもカーテンとかは持ってきたから。そう、ずっとカーテン開いてるけどカーテンとかは持ってきたからあんまり変わってないんだけど、部屋の感じはなんか飽きちゃったなと思って、そう引っ越しました。めっちゃお金なくなった。引っ越しってお金かかるのね。引っ越してお金かかるのね。めちゃくちゃお金なくなってびっくりした。え、でも引っ越しの理由本当にね、飽きたで引っ越した。私全然だって更新の時とかじゃなかったもん。私あ、更新まであと1年あったけど、うん、飽きちゃったと思って引っ越しちゃった。そう、それ以上の理由が一切ないね。で、なんか痩せたのは、いつから比べたらわかるかな。でも4月から4キロぐらい痩せました。そう、結構痩せたね。だからそう、ちょっと多めに痩せました。なんか死ぬほど歩いてる最近。私一日家に引きこもっちゃった日とかさ、休みの日とかって割とあるんだけど、いろいろやっててさ、うわ今日一日家で出てないと思って日が落ちたぐらいに家を出て10キロぐらい歩いて帰ってきたりしてる。そう、炎天下の中は歩けないね。そう、なんか基本1日1万歩を、まあ前から結構目安として持ってて、まああんまりかなってる人かなってない日はあるんだけど、で1万歩がね、私の足だとちょうど6キロとかね、7キロいかないぐらいなんですよ。だからそのなんか歩こうと思って歩いて、ただいまけんけんさん来てありがとう。その自分の家から3駅分ぐらい歩いたりしていますね最近。したらなんかめちゃくちゃ痩せました。あ、食べる量も一時期よりちょっと減ったんですけど、なんか胃がちっちゃくなって、でもめちゃくちゃ歩くようになったらめちゃくちゃ痩せるようになった。なんか最近本当にね、なんか仕事とかでちょっと外出て、なんかお家帰ろうってなった時に、例えば乗り換えが必要だったとするじゃないですか。2駅ぐらいなんとか線に乗って、で乗り換えてなんとか線乗んなきゃいけないって時に、2駅ぐらいだったら、あ、じゃあその乗り換えの駅まで歩こっかなみたいな感じで結構歩きを選択してます私。電車があったとて健康です。今私すごい健康かも。そう、そんな感じでね、調子がいいです。
そんな近況報告でした。大きめの近況報告2つ、あとちっちゃめの近況報告なんか1個ぐらい言って終わるか。なんだろうな、なんだろうな、いやむずいか。あ、日傘さしてるさしてる、毎日さしてるよ。なんだろう、何にも思いつかない。ちっちゃめの近況報告、爪は今リボンがついてます。あ、そうそうそう、あのリボンこっち向きか。あのあれです、ネイル再開した。ネイルちょっとお休みしてたんだけど、またなんかし始めました。ちょっと伸びてきちゃったんだけど。千葉魂が終わったらリリーベ用にネイル変えようかなと思ってます。あとちょっと日焼けした。やっぱね、日傘さしてても焼けちゃうね。日傘さしたって日焼け止め塗ったってね、やっぱ外に毎日毎日繰り出してると本当にちょっとずつちょっとずつ痩せて、ちょっとずつ焼けて、ちょっと焼けた、少々焼けました。そう、まあそんなこともあるよね。夏です。プールはね、なんか大丈夫だったね。さあそんな感じで、ちょっと早いですけど終わりにしますか。30分ぐらいしかやってませんが、許してください許してください。またやります。いつも今月中にもう一回やるって言ってやんない詐欺してるけど、やりたいですね、近いうちに。ちょっと今日は本当に短かったんでね、遅くなっちゃったし、本当に9時半にやるとか言って、みんな多分ね、お仕事の都合とか、まあ、土曜日だからちょっと予定の都合とか開けてくれたと思ったのに、遅くなってごめんなさい、許してください。ちょっと仕事頑張ってるので許してください。さあランキング見ます。13位チカイシーさんありがとうございます。12位イッチャンさんありがとうございます。11位ピアノマンさんありがとうございます。10位ソースイさんありがとうございます。9位ユウヤさんありがとうございます。8位ケンケンさんありがとうございます。7位ヤッチさんありがとうございます。6位タカシさんありがとうございます。5位タテヤマケンケンさんありがとうございます。4位ヤスさんありがとうございます。3位バイクゾウさんありがとうございます。2位モタさんありがとうございます。1位はタワーありがとう、トメさんありがとうございます。ありがとうございました。またお会いしましょう。またね、おやすみ。みんなも早く寝てください。バイバイ。